それにしても、お見事な手際でしたね。ターゲットは割と体格のいい少年でしたから、証拠も残さずどのようにして仕留めるのかと思っておりましたが、まさか、自分から窓を乗り越えさせるとは。さすがは、我々が見込んだだけのことはある。あまりおだてないでください。入院患者の世話を長らく務めていたおかげで、ああいった場合の行動心理が少しは理解できるようになっただけですよ。窓の施錠については管理責任を問われましたが、それも厳重注意程度で済みました。警察も、その程度で業務上過失致死罪を突きつけてくるはずはありませんしね。その上で、管理不行き届きの責任を取って辞職とあっても、誰も疑う人はいませんわ。まったくです。その完全犯罪の見返りは、お約束通り相応のもので答えさせていただきますよ。ありがとうございます。着いた先で通帳を開いてみるのが楽しみですわ。でも、死んだあの子の彼女には気の毒なことをしました。遠路はるばる来たというのに、第一発見者にさせてしまいましたからね。別の日にしてもよかったのですが。仕方ありません。患者はかなり正常な思考を取り戻して、しかも例の少女からいろいろと話を聞いていたようですからね。情報の漏洩を防ぐためにも、必要な措置でした。もっとも、その前日に行う予定だった避難訓練が延期になっていなければ、ここまで回りくどいことをする必要はなかったかもしれませんが。そうですね。とりあえず祝杯というのも不謹慎ではありますが、どうです？あいにく紙コップしかありませんが、ワインはなかなかの年代物です。あら、これはボルドーの。初めて見ましたわ。いい匂い。落ち着き先ではこのようなワインは山ほどご用意しておりますから、まずは飲み始めということで。ええ、いただきますわ。はい、今例のものを飲ませました。ええ、指紋は残しておりませんよ。そうですね、県警の捜査一課が感づいたようですから、おそらく飛行機に乗り込む前になるかと。いずれにしても、
大騒ぎになりますよ。激務のストレスの積み重ねで狂気を起こし、憂さ晴らしに患者を殺害、そして警察に追い詰められた末にその枠乱を爆発させて自殺。なかなか説得力のあるシナリオだと思いませんか？そんな言われ方は心外ですね。最後にとびっきりいいワインを飲ませてやったんですよ。死での旅には過ぎた代物だと思いますけどね。ま、せめてもの慈悲ってことで。ああ、あと例の架空口座の通帳は回収済みです。もっと派手に使いまくると思っていたんですけどね。引き出していたのはほんの少しだけでした。いやいや、金の使い方のわからない貧乏人は悲しいですね。見たこともない大金にビビっちゃったんでしょうか。それでは。さて、そろそろかな。さすがだな。時間ぴったり。じゃ、平沼陽子さん、良い旅。Ha ha ha ha!